荷物と思われるオブジェクトをマーク。これで荷物は全部集め終わったな。なんだあれは。推奨ポッド射撃による強制停止。
敵かと思ったら大したことないな。して敵機械生命体発動検査。機械生命体の推測、推奨、敵機械生命体の破壊。言われなくても。くそ、刀、Bモードを倒すか。警告、核融合ユニットの出力を増大させる Bモードを起動。攻撃力は増大するが、防御力は低下し、メンテナンスコストも増大する。その証として、最新型のモデルからは機能削除されている。旧型モデルで悪かった。
2月。ここは EMP 攻撃の衝撃によって A2 のメモリ空間にハッキング被害が生じた模様。じゃあこれは私の記憶領域か。てか、なんでお前がここにいるんだ。随行支援ユニットは支援対象機に不具合があった場合内部モニタリングの義務があるため。勝手に人の頭に入ってくるんだ。私たちは同じだ。誰にも頼れず、ただ泣き叫んで。うるさい！うるさい。ポッド1号さんへ情報共有を開始する。了解。圧縮会話モードを起動。圧縮会話モード終了。理解した。 A2 の記憶空間内にある 2B データが A2 の自我に及ぼす影響について今後の報告を待つ。了解した。支援活動の参考情報としてアップデートする。おはようございます。 A2、 一体夜破棄隊 A2 は5分42秒前に再起動された。原因、大型機械生命体との戦闘による過負荷によるもの。くそ、
砂だらけで鬱陶しいな。報告、燃料用ろ過フィルターが劣化。砂漠での戦闘時に微細な粒子が内部に入り込んだ模様。推奨早急な当該部品の交換。交換って言われてもな。レジスタンスキャンプで使用された過去記録を発見。レジスタンスキャンプ。貴様も機械生命体だろ。いいえ、あなたと戦うつもりはありません。私の名前はパスカル。戦いを嫌う機械生命体です。だからなんだ、機械生命体に魂なんかない。ただの殺戮機械で私の仲間を何人も殺した罪を償ってもらおう。そうですか、仕方ありませんね。それであなたが救われるのなら。殺さないのですか？うるさい。気が変わらないうちにどこかに行け。あなたは。いえ、何でもありません。ありがとうございました。警告、ろ過フィルターが破損すると燃料供給に深刻な問題が発生。推奨燃料用ろ過フィルターの早期交換。分かってるよ。
機械生命体パスカルを中心とするコロニーの座標を確認。マップにマーク完了。うるさいな。生命体だらけ。ここはパスカルの管理する平和的な機械生命体の頃に機械生命体が多数存在するのは予測の範囲内。疑問。ヨルハ機体 A2 の予測能力。そのうちぶっ壊す。植物の樹皮の採取可能な場所をマーク。報告。平和的機械生命体であるパスカルへの敵意はコスト的に無意味と判断。推奨。早急な友好関係の締結。友好？冗談じゃない。
Thank you.
ガラクタじゃない。貴重なものではないが推奨。ガラクタじゃないか。貴重なものではない。推奨。報告。機械生命解析開始。解析中。解析完了。提案。鍵の合う扉を探す。
不明。使えないな。あの機械生命体のところに行くか。我が王の仇、王様だ。Yeah.
ってきたぞ。ああ、今からフィルターを作ってきますので、待っててください。飛んだ。パスカルの時間を確認。
赤毛の双子に言われてた資材が揃ったな。私に行くか。Thank you.
これがレジスタンスの保管している資材か。助けて！荷物内に生体から発せられたと思われる音響効果を確認。
タゴが言ってた砂漠のバラがあるのはこの辺りか。これじゃ取りに来るのも一苦労だ。この二人どうしてこんな大変な仕事をしているんだ。砂漠のバラ集めはこの辺でいいか。二人のところに戻ろう。
平和的な機械生命体か。推測、パスカルたちと友好関係を結ぶことでさらなる資材入手が可能。推奨、パスカル村の調査。なぜあの双子だけ過酷な労働させられるんだ。推測、過酷な作業はいずれ組織に悪影響を及ぼす。ここのリーダーに一度話をしておくか。